なチャンネル。はい、どうも、あ、どうも、あ、どうも、よーい。ということで、ね、今週ジャンプ買いました13号ということで、今週も逃げ上手の若君行きたいと思います。6話、老頭。なんだこれ、老頭133、1333か。ね、老頭と、6話ですね。まだまだ6話ですから、全然追いついていけるぞということですね。ただね、あ、でもこれからかな。ほら、ジャンプ的にほら、この結構真ん中よりちょい後ろまで来てるから、ちょっと心配っちゃ心配ですけどね。ね、徐々に行ってなくなっちゃうから、ヒューンスポッて消えちゃったら困るから、これでもね、面白いから、また戻ってくんじゃないかなって思うけどね。ね、アンケートだな、アンケート書こう。面白かったって。面白かった、順番に入れよう。まあまあ、そのこと言っちゃいけないのかな。よくわかんないけど。逃げ上手の若君、6話、ロート、まあ2回目ですね。そう、先週は、なんか、イノシシのお化けみたいなやつ、でっかいやつ。そんなんが襲ってきたと、急にね、どう突進してきたと、もうま、なんかでっかいで、顔がね、こうなんかね、ボルトみたいにこう出っ張ってるんだよね、こうドーンってね、ご飯食べづらくねって思うんですけど、角がね、角って牙がビヨーンってなって、顔でかくなっちゃって、補正とこ通れないから、森とか行きんの絶対行きづらいんじゃないって思うんですけど、まあそれはどうでもいいですからね、とにかくまあ怖いと。やべえやつが来たぞと、人間じゃないからこれ説得もできないしね、敵にね、まあまあみたいなのも言えないしね、で、老頭の人たちとね、みんな戦ってると、この畜生って言ってるね、弓矢で戦ってます、あ、プスッと刺さった、 肉にすら届かねえみたいな、怒ってこっち見てるさ、うわー逃げろーということでね、すっげー走ってくるね、木とか薙ぎ倒してるね、あ、そっかそっか、だこんなのが出るのか、巣は怖いって、ね、目がぐるぐる巻きになってるけど、ね、俺ら二人じゃ手に負えない、若を引き離して逃げるぞ、お、倒せるよって言ってる、雫さんね、老頭3人の一人、なんか可愛らしい女の子がね、倒せるって、小次郎くんと綾ちゃんの二人じゃない、今は時行様がいるんだからっていうことでね、笑っております。いつの間にか安全木の上でね、頼重様ほどじゃないけど、いつもあいつも勘がいいんすよって、この女の子雫さんがね、巫女みたいな、まあ何なんだろう、時代感がちょっと俺にはあんまりあれだけどね、なんかいい格好してるけどね、さあ、時行様、その獣を避けながら、引きつけて、あの丘の上まで連れてって、木がね、立ってる。うん、そう、ポツンと立ってる。カラマツの木が目印です。で、逃げながら、じゃあ、その、なんか、イノシシのお化けみたいなのを連れて行きましょうということでね。で、その間、二人は丘の上に先回り。二人は知ってるわよね。二人は知ってるわよね。あの木の下に何があるか、お、来てるね。お、ピーンってひらめいてるの、これね。お、来てる。なるほど。やりたいことは分かった。お、来ましたね。どうすんのかな、これ。崖から落とすのかな、よし若、そいつはしばし任せますと、逃げ上手ですからね、しかも避けながら連れて行けとか、そんな無茶な、とりあえず逃げながらね、その木の山の上まで行くってことかな、はい、老頭が主君に取らせる作戦かって、ちょっと泣いてたんですね、やっぱね、逃げ上手ですね、とかいつ神回避を連発してる、呆れるほど上手なうちの主君ってことね、よし、次は私、ちょうどいい形がいい、もう少し加工、石を、ああ削ってるみたいな、ね、石を削ってるみたいな、準備できたわよ、木の真下、お、よし、お、来た、ね、こいつこの後どうすんだ、ね、さあ枝狩りでもしたら視界は良好、あとは位置取りを正確に、弓矢でこうするかな、ね、お、来た、お、来いよ、豚こうって言って、豚こう、まあまあまあね。この時代なら多分豚はいないですからね、多分ね。当時の時々、ここに牙を向けたこと、後悔させてやる。お、来た、おー、来たよ、あ、ドーン、木にぶつかった。あ、もちろん木折れましたね、ドーン。で、やっぱ崖から落ちるの。弓でも刀でも崖から落ちてもあなたは死なない。あ、知らないんかい。落っことしただけかな。でもごめんね、そこにある、神様の歯、来てる。これはとんがってるね。これやばいね。
ね、うわくさーくさうわ刺さっちゃったよこれね、諏訪名物黒曜石の海岸ね、下石だったやつを黒曜石は簡単に割れて鋭く尖る、古くは獣を飼う石器に使われ、現代でも外科手術に使われる。現代って、これ現代って今の現代ですか ね、 ね、現代外科手術に使われるほどの鋭利であるって書いてある。恐れ入った、あっという間に仕留めた、ね、だから崖から落として、その崖の下にこう石がね、とんがった石があって、そこにぐさって刺さっちゃった、ね、イノシシ刺さって死んじゃいましたみたいなね、弓矢の効果が薄いと見るや、三者三様起点を聞かせ、未知の生物に全く臆さず対処した。おお、すごい、やっつけちゃったってことね。しかし何なんだこいつはみたいな、牛イノシシこんな獣見たことないよ、説明が入りましたね。太古の獣の生き残りであって子孫を残せる家族ももういない、助け合える仲間がいたら魔道に落ちることもなかった。だからもう古代生物みたいな感じなのかな、ね、さてこいつを解体して食いたいけど走り回って使う。おお風呂に入りませんからと、やばい、これはちょっとそういうお色気シーンできたらお風呂なら家に戻らない、ここで入る。もう一つの諏訪名物を紹介するね、来てる。お温泉じゃない、これ露天風呂じゃね、これ、あーそっかね、服着てるから大丈夫、安心して、安心してください、着てますよ、履いてるのかどうか知らないけど着てますから、みんな服着てるわ温泉でも、肌感冒じゃなかったね、静香ちゃん的な感じなのかなと思って、違いましたね。一族が滅んだかと、滅んだことかと、どうでもよく思えてきたけどね、多いっすよ、時行島の作戦会議を温泉でやろうぜだって、まあ、なんかね、同世代でね、みんなを守っ、みんな守ってくれるけれども、こうね、ワイワイやってくれて、ね、なんか仲間っていう感じがね、しますね、なんかね。まあ、その割にはなんかいろいろ名前をね、時行島って言ったら名前バレちゃったね、和歌の逃げを戦略する塔だからみたいなね、いろんなのがあってね。まあ、これはまあ皆さん見てるとですね、あのいろいろ言ってもなんかね滑ってるみたいな、全てを失った私を元気づけようと、ごく普通に友のようにしててね、そういう主君を立てることも忘れないと、ね、いい仲間を持ったね、老頭か、いい老頭、老頭、老頭かな、なんだろうね、ちょっとイントネーションわかんないですけどね、私に行き過ぎた老頭を授かった、じゃあみんな強くなろうね。いやで、さっきの獣かイノシシみたいなやつね、うまい部分だけ我ら先に食っちまいましょう、頼重様に報告するのはその後だってことね。あ、来てるわね、この人なんだっけ、時行様、違う、頼重様ね、見事老頭たちと美味な獲物を仕留めましたな、口にね、なんかついてる、見えてない、ここになんかついてる、食べちゃった、この人一人で。あんなでけえ犬一人で食う。すごくない？頭の骨を枕にして寝てんの。すごく、何時間かかったのこれ。俺たちは完食した。バカ明神って言ってる。魔道に落ちた哀れな獣だと。私の聖なる腹の中で魂を清めてたね。うるせえ肉返せって口からブワーって。面白いね、この辺は胃袋、ね、神の胃袋だみたいなね、はい、あ、お、これ敵の方だな、高氏様って、ね、ところ変わってかな、敵の方ですね、これ、敵の方もイノシシを仕留めていますね、弓矢で、ね、普通のやつだよね、この私をシナの守護に推薦していただき、
この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル